そめんクラブ。おはようございます。ね、見えへん。それやって隠れてるからね、どうせ。あ、それか青だけスタンプなしにする。見えてる見えてる。見えてるな、全然見えてる。初公開多分全部閉めたい。全部閉めてる。化粧いいな。いい？うん。皆さんおはようございます。水素メンクラブです。おはようございます。おはようございます。今日は一人スタンプついてないってことや。おそらく一周外して一周またつけるわ。そんなの犯人や。はい、今日は日曜日ということで気まぐれ部なんですけれども、はい、スタンプで多分私たちは登場してます。はい、日曜日やからね。そう、なんでかっていうと今日は一回、歌唱部でタイミング合わせゲームみたいにやったと思うんですけど、うん、ダンスバージョンしたいと思います。見たことありますよね、このスタジオ。え、返事はないな。いや、みんながしてくれない。いや、もう俺ら見たことある。質問が間違ってますわ。やったことありますよ、僕たちは。はい、今日やる曲は今日やる曲はサイさん、うん、フィーチャリング BTS のシュガーさん、はい、が、歌ってらっしゃるザッとザッとダダー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 最初ちょっとだけ流してどんどん音消えていくので、はいはいはい、はい、まあだいぶいろいろ差が見える。え、もう最後まで流れる、最後に流れるとかじゃなくて、もう最初だけ流れたらもう最後まで。え、もう踊り始めには消えます。ほう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 、イントロやった。歌い始めから消えていくってことや。もうはい、あのドンから消えるってことや。から消えます。オッケー。どこ？いや、もう見えてない、見えてない、見えてない。そうかそうかそうか。まずフィーリングでやってんか、こう。じゃあ、では早速誰からじゃんけんで勝った音順でいきましょう。勝った人から順番、うん、勝った人からじゃんけんいきます。いっそめじゃんけん、じゃんけん、パイ。初めてやった。わからな、わからな。これどうもどうも、じゃあ今触ってみよう。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、パイ。まあ、どっちにしろ負けですわ。楽しみですね。では、お願いします。はい。
作戦はもうサビだけバチッと当てようかな。
どういうこと？問い返してや。もうそう、なんかその前半見せて。そうそうそう、なんかもう最初から来るって最後まで崩れたら嫌や。うんうん、まあ、サビだけバチンとはめに行こうかなと。そうだ、できる。できる。これ究極はあれ、やっぱ最後がバチン決まってれば前半ずれてもいいなって思わない？うん。あー、あー、え、そういうのも分かるってこと？いや、それもさっき考えた。大きなことかな、けど軽く踊る。あ、奥。あ、そう、なんかその、そこまでも結構曖昧やから、狂っちゃって、うん、やばいみたいになったら嫌やから、もう軽く流しながら、うん、オーケーです。取りに行くわけね。え、そうよ、もう取りに行くよ。踊りに行くじゃなくて、そう、取りに行くね。やだー、何が負けるのもやだ。あ、そういうことや。じゃあ、流しますね。はいよ、お願いします。ちょっと待って。
最初の方は、お待ちいたかなと思います。金メダル金メダル取ってるやん。ちょっと取り返したかなと思いました。フロール250円。お疲れ様でございました。ここはどこでしょうか。イソメンヘアス、イエーイ。ただいま戻ってまいりました。ということで、ピンクがね、画像を合わせてくれたので、うん、あ、どうか合わせてくれたので、うん、早速音に当てはめてみんながどれだけずれてるか見たいと思います。一番ずれてる人は覚えてるかな、ゲーム得点表最近ちょっと出てきてなかったんですけど。うまいな。そう、一番ずれてる人マイナス1つけます。やってなかった同じバランス。そうそう、 OK？ うん、はい、はい、では見ていきましょう。トニー流れてるからね、みんな。そんな後から。そっからよ。まあまあまあ。そこはな、そこはしたらやばいな。いやいやいや、ピンクと同じじゃないわ。あそこってもんな、まあ、やばい、これ。誰が。ピンクは私が一番まとめちゃうんだ。やばないで。でも早いな。うわ、私の一番怖いや。俺なんか加藤君の声だよ。何だ、何だ。でも、入るタイミングすごい。うわ、ピンクじゃん。ちょっと。わぁ、私絶対遅いわ。もう、何すんの。ちょっと、ちょっと、ちょっと。全然来ないもんね。変わってくるな。俺どっちかというと前半の方結構合ってた。うん、合ってた、合ってた。まあ、ずれてきたけど。ね、振り飛んでるしな、二人。うん、そうね。で、というようになるよ、さ。一人で振りちゃうし。なんか、ちょっと喋ってないから、おちゃん。え、聞こえなかった。ピンクにしてはさ、一回も踊ってないやん。うん。いや、踊ってるやん、サビ。違う違う、サビに行くまでのメロ。あえてなんですよ。それもさ、うん、ああ審査基準の、うん、なるほどね。バラバラってなるけどさ、そこ踊ってないからさ、審査できないやん、逆に。うんうん、そうやな。うん、でも本来は最後会えば OK なんですよ。うんうん、はい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 、タイミングだから。なので1位。ああなるほど、堂々の1位、うん、で私と多分ピンクがいい勝負してたんですよ、ね、最後。最後めっちゃいい勝負してて、どっちが遅い？あら？うん。次ぐらいが上がってるじゃん。うん。うわー。まあ音の取り方やな。わかんない。わからんな。でも多分どうどうで撮ってるのが私の方が遅いですよね。遅かったな。うん。でも、でも。聞こう。どう？みんなどう思う？誰にマイナス1がつくと思いますか？コメント欄にお願いします。あおちゃんおめでとう。今回余裕さやな、ちょっと、うん、でもすごかった、ほんまに、うんうん、
追い上げてきたな。そういうことや。マジ大変。いや、めっちゃ早乗りやったんよ、初め。なんか普通に、な、突っ走ってた。そう、突っ走ってたから、いや、やばいんちゃうと思ってたら、最後、当ててきたから、すごいと思って。頑張って踊ったら早取りになって、いつも通り踊ったら多分遅取りなんやと思う。ああ、なるほど。で、いい具合にできた。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ではこの結果は、まあ、部員さんにかかってるので、はい、皆さんまたコメントしてください。で、集計してから得点表に合わせたいと思います。はい、はい、ということで今日の気まぐれ部はこれで終わります。皆さん見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。これが今の得点表です。ドン、やだー、黄色が入らないことを祈ります。みんなコメントしてください。じゃあねー。